ドノバン・コレルは、アメリカ合衆国の植物学者である。蘭科の植物などを研究した。ノースカロライナ州のウィルソンで生まれた。フロリダで働いた後、デューク大学で学び、1934年に BA、1936年に MA を取得した。ハーバード大学のオークス・エムスの下で植物学を研究し、1939年に博士号を取得した。1944年からアメリカ合衆国農務省で研究を始めるが、第二次世界大戦で軍務に就き、1944年から1946年の間、海軍の砲術将校として働いた。軍務を終えた1947年から、再び農務省で働き、オークス・エイムズとメキシコなどのアメリカ大陸の野生蘭の研究を行い、1952年から1953年のグアテマラの蘭などの著作を出版した。1956年に農務省を辞め、テキサス研究財団の植物学部門の部門長となった。テキサス大学の研究者や職員とテキサスの移管束植物マニュアルを出版した。その後、アメリカ国立科学財団のシステム生物学のプログラムディレクターを務めた。マイアミのフェアチャイルド熱帯植物園で妻のヘレン B. コレルらと働き、タークスカイコス諸島を含むバハマ諸島の植物を1982年に出版した。1983年3月28日にマイアミで没した。テキサス野生植物協会は1988年にドノバン・スチュワート・コレル記念賞を創設した。コーラルは植物の学名で命名者を示す場合にドノバン・コレルを示すのに使われる。ありがとうございます。